マスオ TV。 はい、マスオ TV と、はい、眠たいダンテトーミックです。はい、ということでですね、今回はですね、僕らね、もう半酔っ払いで動画を撮っております。まあ見ていただけたらね、分かる通りね、シャンパン1本開け、赤ワイン1本開け、さらにストロングも飲み、そんな酔っ払いな状態であるゲームをしていきたいと思います。どんなゲームですか？はい、それがですね、パーティーゲームといえばのおなじみ、こちらツイスターなんですけど、はい、まあこちらツイスターね、皆さんもね、見たことあるかなと思います。まあみんなで指定された色にこう手とか足をこうタッチして、まあバランスを保つっていうね、ゲームです。で、これ酔っ払いな状態でやったらまた難易度が上がるんじゃないか。上がりますね、これ。僕一睡もしてないですから、昨日。え、やばっ。そうなんですよ、もう今何十、48時間ぐらい起きてんじゃないかなっていう。すげえ。それぐらいちょっと今起きてて、もう目覚醒状態ってなんかおかしい感じなんですけど、でもそんな極限状態でこちらのツイスターやったらやばいんじゃないかなと。はい、いうことで今回はこちらのツイスターをやっていきたいと思います。で、このツイスターにもし負けたらもちろんあります、お罰ゲーム。お、はい、でもマスオさんのことだからそんな大した罰ゲームじゃねえだろと。今回はですね、まあいろんな罰ゲームを実は用意しております。お、たまにさ、その虫系とかもあるからさ、まあいろいろあるんですけど、まあ今回はいろんな罰ゲームをこう箱の中でこう選んで、こうポチッチとこう、ね、くじ引き状態でこう罰ゲームをまあ用意しております。はい、ということでこちらのツイスターやっていきたいと思います。イエーイ。で、ちょっとしたスペシャルゲストを今からね、お呼びいたしますので、少々こちらでお待ちください。はい、誰ご近所さん。まあちょっと時間空いて、こんなところまで来る。いや、でもさ、幼馴染だから。ああ、なるほどね、幼馴染効果ね。電話したら来るし。いや、来ないだろう。めっちゃ迷惑な友達じゃん。みんなこの顔、この顔見て、みんなマスクだよー。ギャー、この酔っ払いのリアルなテンションの引いてる顔を、セクシー。あのね、よく考えてみ、このテンションで男3人でツイスターやっても面白くないだろ。マスオさんどこに行ったんですか？マスオさんはね、ちょっとね、今お腹下しちゃってトイレに行ってるんだけど、マスオの彼女のマスコでーす。いやいや、マスコちゃんと脇毛剃って。でもね、マスコね、肩幅広いんだわ。だからね、こういう感じとか、こういう感じとか、こういう感じとかもね、ちょっと手にくついてる。ということで、じゃあ3人でツイスターゲームをしてみよう。イエーイ。していきたいと思いまーす。スタート。イエーイ。じゃあ誰からやるか、準備していきましょう。はい、行きましょう。はい、ということで、ダンテ君からでーす。じゃあダンテ君、一番最初は回してもらいましょうか。せーの、はい。左足を赤いところにつけてください。はい、OK でーす。じゃあ続いてトミックさん、行きましょう。行きまーす。行きまーす。イエーイ。左手を緑。左手を緑。左手緑。はい、じゃあマスコも行くよ。右手を。じゃあ続いてダンテ君。はい。じゃあ回します。ダンテ君は右手を審判が言うところにつけてください。じゃあ審判何色ですか？はい、審判黄色と言いました。はい、じゃあ続いてトミックさん、いきます。はい。右足をどっかの空中に浮かべるっていう雲のマークなんですけど、右足がどこにもついてなかったらどこでもいいのでつけてください、右足を。なるほど。おー、じゃあ続いてマスオ、マスコ、いきます。右足を黄色、ほい。はい、ということで、じゃあダンテ君、ダンテ君は右足を緑。おお、ちょっと辛くなってきたね、ダンテ君。じゃあ続いてトミックさん、右手を空中だから右手をどこでもいいので置いてください。やばい、ちょっとやばくなってきた。
はい、続いていきます。マスコー、そろそろマスコみんな飽きてきたかな。雲だから、じゃあ左手はここに置きましょう。やめちくり。はい、じゃあ審判さん、次のダンテ君のやつをやってください。マスコの背中が、わあ、なんか背中いたずらされてる。いや、してないよ。あ、ダンテ君、右手を赤に置いてください。右手は赤。おお、そんなにマスコに近づきたいんですか。うわ、うわ、うら、はい、じゃあ続いて審判さんお願いします。左足をどこか、どこでもいいので置いてください。はい、じゃあ審判さんお願いします。次マスコです。左手を赤、同じ場合は違うところに置こうか。はい、じゃあ次ダンテ君です。はい、ちょっと辛くなってきちゃう。辛くなってきてるね、これね。ちょっとマスコ、ちょっとずら一瞬。あ、ダンテ君、左足を浮かしてください。せーの、ほい。せーの、ほい。なんてくん、敗北。敗北なんですか。無理だよ。では、こちらの罰ゲームから、一つ選んでいただいて、罰ゲームを選んでください。いや、どんな系なんだろうな。はい、じゃあなんてくんの罰ゲームはこちら。じゃあ、見せてください。ん、一発ゲー、一発ゲー。では、ダンテ君の一発ゲームまで5、4、3、2、1、どうぞ。スライスチーズ。おお。まさか誕生日の次の日にこの一発ゲームで見せるとは思えないという素晴らしい表現でした。素晴らしい、素晴らしい。じゃあもう一回戦やりましょうかね。はい、はい、オッケー。じゃあマスオターン、右足を赤。はい、オッケー。ダンテ君の邪魔をしていくスタイルです。はい、じゃあトミックさん、右手を赤。マジか。おーっと、右手を赤ですよ。はい、じゃあダンテ君お願いします。左手を T、左手審判どこがいいですか。じゃあ左手を緑に置いてください。右足を置いたままね。はい、じゃあマスコ、左足を黄色。よーし、オッケー。はい、これ勝負でしょ、こういうことでしょ。なるほどね。いきます。ほら、パンチは、あれ、パンチは、あ、臭い臭い臭い。パンチは臭い。いきます。右手を赤。赤、じゃあ、はい、はい、ダンテ君の次は右足を黄色。右足黄色、右足どこ。え、右足黄色。あ、じゃあそれを黄色に。あ、でもなんかいけるんじゃない。楽じゃん、次、うん、オッケー。じゃあ続いてマスコ、マスコ、左足を黄色だから、じゃここに持ってみましょう。すげえきついな。はい、じゃあトミックさん、はい、行きます。すごい、トミックさんをこう従えてるみたいな。右手を空中に浮かべる。土下座させて、右手を空中に浮かべてください。オッケー。じゃあ続いてダンテ、ダンテ右手を青。よし、よし、マスコ、マスコ攻めるな。左足を青。いい、よいしょー。はい、じゃあ続いてトミックさん、はい、右足を赤。おっと、おお。じゃあダンテ、はい、左足を青。左足青。おお。続いてマスコ、右手を空中だから、右手をどこでもいいのでつける。いい、よいしょ。はい、じゃあ続いてダンテ、つらー、この体勢。左足を青。はい、じゃあ続いてトミックさんが左足を青。左足を青。はい、あ、もう埋まってる、結構。せーの、待って、はぁ。トミックさん、左足青です。3、ルーレット、ルーレット、2、1。あはははははは、いけー。ということで、これはトミックさんの勝つ。ゲーだって、トミックさん今、マスクを押し倒したからね。うち、いや、エッチじゃない、エッチじゃない、ずら取れちゃったじゃん。そんな、今の体勢でエッチ、違う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 、マスコエッチ。
あれマスコ、はい、溶けてなくなったか。マスコ溶けてなくなった。どこ行った。え、もしかしてこれはトミコが生まれる瞬間。え、そんなバカな。そんなバカな。トミコ、あんた、トミコキムタクじゃん。キムタク、なんかさ、禁断ボーイズにこういう子いなかったっけ。あ、モーリー。はい、じゃあ罰ゲーム続いてはいきます。ドゥルル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 あの筋トレの賜物だよね。筋トレだけじゃなくて、あのもうね、YouTuber としてもね、第一世代というか、もう発想もね、もう思いつかないようなね、もうネタも豊富で、そんなネタがあるかと、もうね、驚かせてばっかりの天才的なね、頭脳も持ち、そしてね、あの筋肉もある。すごいね。あとなんだろうね、やっぱりこう、なんだ、あどけないこの可愛さとかもあるんだよね。ちょっと天然なのかなっていうぐらいの、こう守ってあげたいんやっていう、こう外見とはね、こうそぐわないような、もう可愛さで素直ね、嘘をつかない。残り10秒、最後にラストパート、あとちょっとね、面白い。4個だいぶ面白い。2、髪の毛が素敵。終了。どうでしたか、この罰ゲームは。いや、なんとも言えない気持ちね。ダンテ君、どうでしたか。いい罰ゲーム。いい罰ゲー ム, ゲームじゃあ、はい、3回戦ラストいきましょう。今のところまだ罰ゲームを受けてないのはマスコ。マスコ、じゃあマスコから。だからね、もうもしかしたらもうね、2人で協力してマスコを倒すようなね、立ち回りもありかもしれない。ということで、マスコはまずは右足を、黄色、はい、はい、ダンテ君が左足を赤。おお、ちょっとダンテと肌が触れるのが変な感じ。いや、トミキさん左足を赤。お、囲まれちゃった。じゃあマスオ、よし、右足を青。ほい、ここじゃあダンテ右足を緑。やばいやばい。え、これトミキさんやばくない。俺やばくない。じゃあトミキさんの分回しまーす。はーい。右足を赤。せーの。狭い。ちょっと見て、この男のこの足が3本並んでいる空間、熱い。左手を黄色。よっおーやばい。はい、ダンテ君、じゃあ僕回しますね。はい、右足を、空中に浮かべる。せーの。はい。じゃあトミックさん、お願いします。はい、ダンテの生々しい、右手をどっか、どこでもいいのでつける。危ない、ダンテ乗っかるな。はい、よし、じゃあ続いてマスコ、左足を、せーの、はい。おお、じゃあ、ダンテ、乗るな。いや、乗ってない。そっちがかぶって。ダンテ、左手をどこでもいいのでつける。せーの。やって、さすがに次無理だ。マスコ、心配やって。あの、トミキさんの番だけど、次がダンテ、ちょっと、ダンテ重すぎる。いやいや、マスコはちょっと邪魔なんだ。いや、ずっと乗っかられて、もうね、支えきれなかった。もう無理だった。ということで、マスコ、罰ゲーム。じゃあ、罰ゲームはこちら、モノボケー。こんなものもある。よし、カウントあんのこれ。ポンデリング買ってきて、次ずっと、よし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 、俺らが笑ったら終わり。そうだね。はぐれメタルの盾ゲットしちゃった。
どう笑った笑った笑ったいや、大丈夫いや、わかんないわかんないけど、これ出すしかなかったいや、いいと思ういいと思うか合格合格合格もらえますか、うん、ちょっと、今面白かったあ、よかったやったということではっ、ざけんなよなんてこったまた緊張しちゃうだろうが楽しかったでーすイエーイということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました、以上、マスリビとダンティとトミックでした。バイバーイ。これ深夜のマスオ TV 夜マスオ TV 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。